おい、ニュースは見たのか？ロークの話？お前たち二人で合わせて300万の損害を与えたらしいぜ。脆い家に住んでるからだ。見てくれ、絶対気に入るぜ。バン！そりゃなんだ。ドーズの金の隠し場所。金の追跡に成功したのか？ほら、ここ。カイの携帯はここにある。ドーズの会社の本社ビル。ただし警備はガチガチ。専用エレベーターに対爆処理の窓ガラス。それ知ってる。マイアミと海を挟んだフォスターキーにある。そしてこれが半年前最上階のペントハウスに設置された金庫の発注書。いいぞ、聞かせてくれ。分厚い鋼鉄の扉にダイヤルロックとマグネティックシール。それを爆破する。それだとビルごと吹き飛ばすだけの爆薬がいる。だから爆薬はなし。だろ、知り合いに自動でダイヤルを回す金庫破りのロボットを持ってる連中がいるんだ。ブルートって呼んでた。そいつならあっという間にどんなダイヤル錠でも開ける。連絡しろ、そのロボットがいる。もうしたよ、あとは受け取るだけ。まさかこんなところまで来るとはな。本当にこんなところに？まあな、軍を離れてちょっと寂しくて、友達も作って、でしばらく腰を据えた。聞くな答えるなってか。面白い。陸軍では何を？情報分析か。その経験を生かしたってわけか。不況の真っ最中にすねに傷がある人間がまともな仕事に就くのは難しい。ああ、話せば長くなる。無許可離隊だ。期間は？まだ離隊中のままだ。ところであんたこそどうなんだ？おう、マーカス！ユウ！ちょっと太ったんじゃない？バカな！それで君はすごい格好。最悪、砂だらけじゃなければ超強力な日焼け止めが必要なところよ。ああそうだ、ごめん。彼が話した友人だ。いや、ニックだ。よろしく、ミスターニック。別に変じゃない、綺麗だ。ありがとう。で、金庫破りとやらは持ってるのか？いいえ、それは砦に取りに行かなきゃダメ。え、砦にか？持ってきてくれるとばかり。親父さんもいるのか？やだ、パパはもう怒ってないわよ。本当か？さすがにあなたを見て祝杯をあげはしないだろうけど。それじゃあ取りに行こうか。ねえ、乗せてってくれる？もちろん、いいぞ。最高ね。ここを右に行って。 OK。 国内？海外？海外かな。どっち行けば？道なりよ、曲がるところで言う。それで仕事は楽しい？払いは悪くない。ニックはどうなの？ブーマーと一緒だ。あら、悪い仲間なのね。ゾクゾクしちゃう。親父さんはまだ持ち歩いてる。マーカス、あなたって人は気にしすぎなのよ。もうパパも落ち着いた。それで君ら二人の関係は？ああ、それはマーカスと私は愛し合ってた。パパは怒ってたけど。その理由もわかるけど。それでマーカスが出て行こうとした時、パパったら君を連れてね。誘拐だってパパは言ったけど、とってもロマンチックだった。車走ってないし真ん中走ろっか。それでパパを怒らせたの、多分。ブレスレットを見せてやるよ。うん、 GPS よ。私の居場所がいつでも分かるの。なるほど。よすみ運転はいかんな。そのやばいのか。元シールズよ。シールズの隊員なんて。それからパパは共産主義に侵されたアメリカ政府と衝突して、仲間の愛国者とコミュニティを作ったの。愛国者ね。武器持ってるのか？たくさん。楽しい連中だよ、知り合いだ。ほとんどはヒッピーさ。いいえ、ヒッピーはみんな行っちゃった。え、どこ行ったの？そこん、どうだ。おう、こうか。
むっちゃ厳重じゃないか。これはこれは、マーカス・ブーンが戻ってきたな、宝刀息子。アルパートさん、今回はどうも。ああ、いいさ、気にするな。それで君がニックか。あんたのロボットでどんなダイヤル錠も開けられると聞いた。そうだともニック、時間はかかるがな。ニック、面倒さだな。おお、驚いた。まさか本当とは。パパは私の電話をいつも盗聴してる。面倒さ君は人気者だぞ。ロスのストダードって男も君を探している。25万ドル払うと言ってきた。今ここに来る。ごめんね、マーカス。お前たち、面倒さ君と、それからマーカスを大統領執務室にご案内するんだ。待って、ニックだけでしょ。マーカスは最初から目障りだった。そいつもだ。マーカス、本当にごめんなさい。さっさとそのクズを娘から引き離せ。それとマーカス、言っておくが、人種は問題じゃない。お前という人間が俺は嫌いなんだ。一ついい知らせがある。マジかよ。どこでそれを。ハグした時にデューンが。彼女は俺たちを売った。デューンはあんたを売った。でも彼女は悪い子じゃない。なるほど。いいぞ、ついてこい。さあ、こっからよし、ここから脱出する方法を見つけよう。そいつは賛成だね。ここは一体何なんだ。ミサイルのサイロ、90年代に廃棄された。昔はよくパーティーに使ってた。はあ、本物の核ミサイルがあるとか言うなよ。そんなもんないって。今知らないけど、サバの一着一日の星、武器を取り唯一の人の王国が諸君に告げる。よし、こっちだ。この偉大な国を支えた人たち。くそ、どっちだ。どこかに外に出るハッチがある。ここじゃないな。お前がそこで待ってるってことはこっちだな。ワンマガジンか。行くぞ。よし。それで、その何発残ってる。数発。よし、来い。数発か。トニー。人種が問題じゃないと言っときながら、差別主義者はもう何の問題もないみたいな、そんな発言しとるな。結局差別だな。おっと、いいぞ。
ってガキは前から気に入らなかった。すかした二人いるのかな。あんな奴の仲間にしてたなんて俺信じられないぜ。ああ連中だけじゃない、メキシコ人にヒッピークソがいっぱいいるだった。だがトニーが仕切ってからあっという間に全部変わったぜ。そういやあのメキシコ野郎警官だったらしい。ったくちょっと警官が多すぎるぜ。奴は元警官だ。何日か前に脱走した野郎だって。よし、まずお前からだ。で、そいつに何で証拠がかかってる。トニーも知らねえ。取締局のやつの携帯にあった番号にかけたらしい。メキシコ野郎に電源を落とすとかないのか。ないっぽいな。どうしてそんな値段がつく。誰かに奴らを確認しに行かせろ。今頃水を欲しがってるぜ。まあやらないけどな。これ突破は無理だろう。ちゃんと映るはずなんだよ。よし。あの連中スキャナーを持って行きやがった。スキャナーゲットだ。あったそこにはしごだ。外に出られるぞ。よし、サイロを抜け出す。目標達成。オープン。おお、眩しい。よし、荷物を取り戻すぞ。何言ってんの。それより逃げなきゃ。いいか、ストダードに荷物が渡ればカイとタイソンのことが漏れる。だから置いていけない。なあ、ここからどうする。下はアルパートの仲間だらけだ。そうだ、左側から登れそうだ。オーケー、また。それか右のフェンスの下をくぐれるかも。ああ、それか正面突破だ。はその気があればだ。あんたに任せる。俺はついていく。それで問題ない。正面突破か、右のところか、左に行くか。決まりだな。くそ、行くぞ。嫌な予感がする。俺はもうダメかも。さすがにこの数正面突破すると俺ならやられそうだからな。なあ、ちょっと左から行こうか。面倒さの言葉を信じよう。うん、そうしよう。うん、あ、ほんとだ、登れるね。これこれぐらいだったらいけるね。他に選択肢はないのか。ここにはない。よしよし、すげえな。おっと、容疑者だ。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。